はい、新人優秀賞一人目は田村恵里子さんです。どうもおめでとうございます。今の心境いかがですか？ドキドキしてます。すごい緊張してます。緊張してますね。こう同じレベルで私も緊張してるってのは良くないですね。ちょっと皆さんご紹介していただけますか？あ、はい、マネージャーさんの森さんマネージャーさんです。はい、あと私のあの部長さんなんですけども、ええ、あ、我が妻部長さんです。はい、あ、ごめんなさい。あとレコード会社の方と、うん、はい、もう日本語はちゃんと理解できるようになりました？はい、大丈夫です。すいません。そうですか。はい、ただ緊張してるだけですか？そうです。うん、やっぱり ね向こうが長かったですか。ストップバッターじゃ緊張しますよね。最初はね。ではスタンバイしてください。はい、どうぞスタンバイしてください。はい、どうですか、普段と違いますか？上がってますか？そうですね、ずいぶん上がってますね。はい、私ね、こういう時最初にちょっと聞きたかったんですけど、マネージャーの心境ってのはどういう心境なんでしょうか？やはり名前呼ばれるまではドキドキです。うん、呼ばれたらやっぱり一安心というか。そうです。はい、うん、やったって感じですね。はい、はいはい、では歌ってもらいましょう。本気田村恵里子さんです。日本テレビ音楽祭新人賞の発表です。新人賞は本年度デビューした新人の中でその活躍が最も顕著であると認められた方に与えられます。先ほどご紹介いたしました新人優秀賞受賞者の中から選ばれるわけでございますが、はい、それではもう一度ご紹介したいと思います。はい、新人優秀賞6人の方ご紹介してまいります。はい、まずエキゾチックな笑顔が大変魅力的な川越美和さん。自称雨女が今日は恵みの雨を手にすることができるでしょうか。田村恵里子さん。デビュー4ヶ月、尾鷲市のホープは尾鷲義人さん。3年間の内弟子生活が開花した甲田真さん。そして自ら作詞した曲で勝負する星野由紀さん。ふるさとブラジルの香り高い歌声マルシアさん。以上6人の皆さんでございます。さあ果たして本年度デビューした新人の頂点に立つのはどなたでしょうか。はい、それではいよいよ発表です。新人賞の発表はこの方にお願いしたいと思います。どうぞ。はい、新人賞のプレゼンターは名前がそのまま番組のタイトルになっています、うっちゃんがんちゃんにお越しいただきました。どうもこんばんは。こんばんは。なんか新人賞のプレゼンターで良かったって感じがしないでもないですけどそのまま番組のタイトルがそのままうっちゃんがんちゃん、やってます。日曜日の5時から。なるほどね。はい、それでは早速発表していただきましょう。あ、どうぞ。緊張します。それでは、新人賞発表いたしたいと思います。やられた。なんと2人いらっしゃいます。まずそれでは1人目、田村恵里子さん、おめでとうございます。デビュー以来でございます。着実に実績を伸ばしてきております。どうぞ。田村恵里子さん、こちらの方へ。お二方ですか。はい。はあ、これは私たちも気がつきませんでしたね。いやー、しかし何と言いますか、発表する方も緊張するでしょ。緊張しますよ、こういうのはね。ねえ、ね、はい。さあ、インタビューしましょう。どうぞ。どうぞどうぞどうぞ。名前呼ばれた瞬間ね。どうですか。嬉しいです、本当に。
嬉しいです。どうもありがとうございました。はい、それでは歓迎歌ってもらいましょう。ね、はい、本気田村恵里子さんです。どうぞ。